皆さんこんにちは。こんにちは。なんだか不思議な感じですね。はい。でも僕はこういうのが好きです。うん。いいですね。うん。アットホームだね。ホームだね。ます。皆さんお食事は住んでますか？住んでる。ね、すごかったですね。私たちいやもうめちゃくちゃ美味しかったですね。そうなりましたけど。ボリュームバッチリで。手作りありがとうございます、ね、本当にありがとうございます。乾杯しません？もう用意してるね。用意します。皆様手元にありますでしょうか、ドリンクが。あ、いいですね、ワイン。うん、翔太さんも大丈夫ですか？あ、持ってる。よかった。ではでは、はい、いや、どうぞ。今日はね、たくさんの初ライブということでね、今日も楽しんでください。はい、よろしくお願いします。お願いします。乾杯。では行きましょうかね。まずは一曲ね。空を何色の空と
がとうございます、はい、ありがとうございます。まずはねちょっとランチライブということで、うん、唯一爽やかな曲一発目にそうねやってみましたけどもね、そして最近流行りのオリジナルからスタート。あ、そうですね、うん、そろそろ浸透してきてるかなと勝手に思っておりますので、はい、この曲で来たかってね、うん、思ってもらえると嬉しいなということで、はい、浸透しない頃はね、なんだっけなこれってなっちゃうので、ね、そうそうそう一時ご説明が ね必要になってしまうというね、うん、うん、でもありがたいことに ね、お客様も一緒に歌ってもらえるくらいに ね、なりましたかね、うん、覚えていただいて嬉しいですが、幸せ日和、はい、歌詞を私も書きまして、珍しく日常の爽やかな歌詞を、ね、つきましたね。そういう一面もあるんですよ、はい、みおちゃんはね、はい、決してネクラなわけではございません でもやっぱりあのせっかくのね、翔太さん企画ですから、はい、そこはね、翔太さんもねすごく明るくてパワフルな方ですけれども、うん、意外と暗い曲重い曲、重い曲に切ない曲、はい、POS がねお好きということで早速、はい、もちろん持ってきておりますね。やってますけどね。行ってしまいますか。行きますか。はい。はい、では、山本純子さんがね、歌いました。小田和正さんの作曲、歌を捧げて。
捧げてね、昼の KOS いかがでしょうかね。どうでしょうかね。昼の KOS。 もうね、今日はもう限定8名様ね、ね、スペシャルだね。そうなんですよ。お客様ばっかりなんで、 KOS って言っても何のことかすぐすぐね、そう分かってくださるっていうね。はい。そして意外とお好きな方が多いという、うん、ですね。ということで、あの積極的に接客させて、ね、いただきました。そう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 。はい。ね、でも結構ないですもんね、2人でこんな昼間から。そうですね、しかもこういう、ね、あのプライベートライブみたいな、ね、感覚でやるのは、ね、初めてかもしれないですね、うん、でも実は僕はこういう空間が一番贅沢なんじゃないかなと思っているので、このね、すごい近い距離で、はい、あのなんか、なんつったらいいのかな、ちょっと秘密的な空間で、うんうんうん、なんこう食事しながら、うん、いい音楽を聴くっていうのはいいかなと思ってますね。うん、そうですね。クラシックの音楽とか、その貴族の方が自分たちのためだけに呼んだみたいなね、うんうんうん、ところも話もあるので、ね、そういう感覚に近いかなっていう、うんうん、勝手に思ってますけど。そうですね。よく映画でありますもんね。うん、こう自分の、あ、そうそうそう、ね、家に呼んでね。家にあのグランドピアノがあってね。うん、そう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 。カルテットをこうね、並べてね。うん。でクラシックの歌い手さんがね、うん、歌ったりとか、そういうシーンもよくありますけどね。え、いいですね。私たちもね、ちょっとなんかいつもと違う感覚でね、そうなんですよ、あのリラックスしつつ、はい、うん、皆さんもね、こんなに至近距離でいつも近いですけど ね、 ね、でもなんかちゃんとあのこうやってあの ね、 ね、パーテーションご用意してくださってね、本当に、うん、素敵な空間でね、歌わせていただいて、はい、私たちもね、楽しく登記したいと思いますが、はい、やっております。はい、まあ次は、次も暗いですからね。次もバッチリ暗いんで、昼間からね。はい、あの、まあ、もうちょっと言えばという感じですね。まあまあ、そうですね、はい、そこはやっぱり、うん、昼間だからといってブレてません、僕らも、ね、無理せず、ね、無理せず、無理せず、安定の、安定の曲をね、登記したいと思います。行きましょうか。はい、はい、ではやっぱりこの方は欠かせないですね、中島みゆきさんの曲をいきたいと思います。カモメはカモメ。
私では合わないカモメはカモメクジャクやハトやましてや女にはなれないあなたの望む素直な女には最後までなれないこの海をなくしてでも欲しい愛はあるけれどカモメはカモメ一人で海を自分たちやっちゃいますからね。まあ、それはそうですよね。はい、いい感じです。はい、いい感じです。気持ちいい感じでやっております。楽しんでいただいておりますでしょうか。ね、皆さんもあの、ね、飲めない方もいらっしゃいます。もうお酒お飲みになってます？ね、さっきワインもここにもレモンサワーありますし。あ、なるほどね。今日は飲めない方もいらっしゃいますけど、なんかソフトドリンクもね。ね、あの、さっき変わったね、みおちゃん変わったジュース飲んでましたよね。そう、そうなんです。ショナさんシャインマスカット、ね、何でもある何が出てくるのかワクワクみたいなありがとうございますね、もちさんも飲んでますかもう2杯目ですか、ね、素晴らしいすいません昼間からいいですね、こうやって先輩ミュージシャン見たくなってくんだって言ってましたもんねなんかそんな気がしてますでも僕普段そんな飲まないんでね ね、うん、そうねでもしっかりなんかライブの時はもちさん飲んでんでしょってなんか定着してきましたね。そうだね、なんかすごい飲むキャラクターになってきてるんですけど、決してそういうわけではなくて、ね、そういうわけじゃなかったですよね。いやね、でも楽しいですね。楽しいですね。うん。うん、ではなんかそう いつもよりこう、うん、なんだろうな、うん、こういう空間だからあれかもしれないです。すごい強弱がつけやすいんですよね、ギター。うん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 。なんか生でも聞こえるから、あの弾いてないか弾いてないかぐらいのって普段だと届きづらいんですけど、ね、それもなんか届けられるのはちょっとね、うん、楽しいです自分的に。うんうんうん、よかったです、はい、ね、じゃあ KOS コーナー行きましたんでね。そうですよね。一曲あのはうん、うん、マッシュアップというね、はい、あの二つの曲を一曲にしてしまうと、はい。でもどちらも名曲。うんですね、はい、はい、ではやっぱりね今日もディズニーディズニーはねやっぱりめっちゃ入れないとということで、はい、入れないと入れないといけない決まってますから ね、 そうね法律で決まってますから、ね、そうだ、ね、法律、はい、ということででは、美女と野獣それから You are so beautiful という曲のマッシュアップ聴いてください。
とうございます。ありがとうございます。ね、見事なマッシュアップですね。いいですね。いいですね。いいですよ。本当に。ね、なんか結構マッシュアップもね、いろいろ流行っていて、日本語の邦楽同士のマッシュアップもあるしね。やっぱりこうなんか皆さんきっと名曲をいろいろカバーしてるうちに思いつくんでしょうね。これ混ぜてなんか似てるのもありますもんね。似てるっちゃあれですけど、ね、コード進行、ね、コード進行はもう無数に同じ曲たくさんありますから、ね、だからそこで一度に美味しいのダメみたいな ね皆さんにお届けするのにどうしてもイベントとかだと限られた時間だからね、30分の中でやってくださいって言われちゃうとあれもやりたいこれもやりたいってあるじゃないですか。だったらっていう発想もあるんでしょうね、きっとね。マッシュアップもだし、メドレーとかもね。メドレーとかもね。そうですしね。本当にね、ディズニーの曲ももう全曲やりたいぐらいの、ね、曲がね、ありますし。一回そういう、でもね、一回やりましたよ ね、ディズニーのほとんどディズニーの。なんか、もうちょっとね、新しい曲を増やして、はいはいはい、どんどん皆さんにディズニーの名曲を知っていただこうかなと思っております。回し物ですね。回し物ですね。しっかりと。ねえ、でも本当にね、いいんですよ。ディズニーもまあアニメですからね、アニメソングってやっぱり、ね、名曲がたくさんありますよね。なんかやっぱり、どっちが先か分かんないですけど、こう、でもどっちも想像しながら作るから、すごい合うんでしょうね。まあ、今でこそ後からね、もうある曲に、なんか既存のね、既存のっていうのありますけどね、ディズニーなんかはそんなことないですよね。ないですね。しかもずっと長いこと同じ方が書いていたので、そうだよね、そういうやっぱり節が出てるなと、ありますあります。でもだからこそやっぱり毎年賞をね取って、これもすごい話ですね。いやー本当にびっくりします。ただその曲を聴くとなるほどと、やっぱりね、アニメソングもこうバカにしちゃいかんぞと、ね、本当に難しい曲なんですけども、お客様にしっかり残るっていうね、曲が多いと思います。はい、はい、そんなわけで今日はね、ちょっとゆったりした曲が多めになってますね。ちょっとランチを意識してます、ね、そういうことですね。はい、ではね、あっという間にちょっと後半戦でございます。はいね、今日ね、2部を3時半ぐらいからですか、はい、ですね。いつも最近下手ピだから時間を全然大丈夫ですよね。3時ちょっと過ぎました。換気の時間も含めて3時半から行けます、ね、はい、行けます、行けます、はい、2部はね、ちょっとインスタもやりますけどね、何名か見てくださると思いますので、ではこちらの曲もね、お好きな方が多いので今日入れてみました。竹内まりやさんですね、人生の
歳はこう可愛いラブリーっていうね。ラブリー。どうですか40歳。どうですかラブリーですか俺今。どうなんだ。ラブリーですか。ラブリーなんだな。受け今ラブリーですか。ありがとうございます。ね。で50歳はどうなんだっけ。ナイスですよ。ナイスですね。ナイス。ね。そしてファインです。あの60歳がね。60歳はね。そうかそうか。70が。オーライトですよ。オーライト。80はぐらいまでじゃないかと、人生は。なるほど。で、周りは言うのよ。言うけども、90までと。ね、私は、maybe leave ですから、多分90まで生きるわよと。そうですか。ね。まだね、皆さん、80代、90代いらっしゃらないんでね、どうなるか。私たちもね、まだ30、40アラウンドですからね、ちょっといいですね、こういう歌がまたね励まされますね、自分たちやって ねその時によってまた見える景色も違うんでしょうね、そうですよね、そうですね、本当に、歌う曲も聴く曲もね、いいですね、またさあ、ではあっという間にあ、もうね、そうですね、歓喜も入れた最後の曲でございます、一部ね、はい、またこれも素晴らしい曲ですよね、これもいいんですよね、バートバカラック、ね、なんかこれ本当はねまたすごいメンツで歌ってるんですよね、あ、そうそう、あのメンバーがねすごい、4人だっけ、ボーカリストね、ね、でもやっぱりなんかバートバカラックといえば、ディオノワウィックですね、そうですね、もう数々の曲歌ってますけど、この曲はスティービーワンダーと、エルトン・ジョン、グラディス、そうですそうですね、女性2人とグラディス・ホワイトと男性2人と、うん、でも
ね、本当にあの素晴らしい人たちってこう個性が集まっても消し合わないっていうのがね、すごいですよね。この歌聞いててもお互いを尊重して、でも合わさるとものすごい、ね、それすごいよね。うん、ですね。いや、では最後に行ってみましょうか。はい、はい、では That's what friends are for。
ありがとうございました。では、少し換気、はい、休憩いただきまして3時、はい、あちょっとどうだろう3時5分ぐらいからしましょうかね。はい、はい、ちょっとね、して宣伝でございますが、休憩中にね、ちょっと CD を今かかってるんですけど、はい、うん、先日僕がやってるかりんとうというデュオでね、出しました、うん、猫カフェ CD、 ありがとうございます。すでにもう6枚ぐらい出ちゃって、あと残り4枚ぐらいなんですけど、もしこれ今買ってるからね、いいなと思ったら後で声かけてください。1980円、お釣りいらないよって人は2000円でお伺いしております。あと4枚です、あと4枚、はい、ありがとうございます。あ、1枚もう完売になっちゃう、あと3枚、あと3枚まだ大丈夫かなということで、ね、あ、ありがとうございます、ね、20円は僕のポケットマネーになります。さすが、ここにしらやすいところ、どう、うん、あ、俺も入ってる、入ってるよ、ありがとうございます。これで配信しよう、はい、そうみたいです、インスタはもう携帯なの、しかも縦なんですね、あ、縦なんです、なるほどね。じゃあそっちもあるから、そっちに挨拶し始めましょうか。配信が入ります、ここから。はい、皆さん始まりました第2部、ありがとうございます。さあ、こんばんは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。さあ、ここからですね、はい、インスタでも配信、あ、なんかコメント来てるんじゃないですか。あ、来てますね。あれ、私の方でなんで見られないんだろう。困った。え、でもそれで見れるんじゃないの。あ、小さすぎるのか。そう、私いつもこれで。そうかそうか、そうなんです。あ、続々と、あ、来てますね、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあインスタの人もどんどん見出したということでですね、うん、はい、曲をやる前にちょっとみんなでご唱和していただきたいと思います。はい、あれ入ってくる、なんだなんじゃ。いきなり、はい、Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mio-chan. びっくり。Happy birthday to you. ありがとうな。うちは。祝っていただきました。では、さあ、よ。よ。ありがとうございます。16日ですね、みおちゃんはね、僕と1ヶ月違いなんですよね。そう、16ね。いや、なんかあっという間に、すごい可愛いケーキだったんですけど、ね、そう、もうちょっと見たかった。ちょっとさ、お忙しくて、ね、あ、来ました来ました。あの、ぜひこのカメラに、あ、じゃあ映像に映ってなかったです。いける？いけるか、話すよ、はい、はい、話します。すごい可愛いですね、これは。どうですか、皆様見えます？ハートがいっぱい来てる、こんだけ。映りました、ありがとうございます。かわいいドレス。ありがとうございます。イエーイ、すいません。ということですね、実は、はい、皆様お手元にシャンパンが配られておりまして、みおちゃん あるんですよ、後ろに。ポンって音を、そう。これで乾杯してから2号を始めたいと思います。やった、どうでしょう、どうでしょうか。画面の皆様ももし何かドリンクあればね。画面の皆さんも突然でしたね。すいません。いいですか？はい。では少し早いですけど、みおちゃんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。乾杯。嬉しい。うん。5秒
ね、インスタと、そうですよね、配信はね。そうなんですよ。なんか昼間からライブしちゃうといつもより飲んじゃいますね。確かにね、油断してる。してるとね、やばいやばい。いやー、ちょっと私の iPad がダメ。あ、そこでコメント直接ね、ちょっと私がアップになっちゃう。それはいいんじゃない。あんまり近くで見ない方がいいじゃないですか。あ、昼シャン来ました。昼シャンだって、昼シャン最高。あらら、お客様にちょっと携帯をすいません、ありがとうございます。今だけじゃあ音消えてるから。あ、おめでとうと、ね、たくさんね、映像ひっくり返しなのね。あ、そうみたいですね。そうです、逆転したんですよね、不思議なんですよ、はい、そう。あ、分かった、これインターネット接続がありませんって。なるほど、はい。Wi-Fi、 あ、そうかそうか、あ、大丈夫ですよ、全然。ちょっとお客さん、私物をお借りします。また引き続き。あ、たくさんコメントいただいております。乾杯していただきました。お姫様、ね、お姫様ドレスケーキです。そうです、そうです。おめでとう、みほちゃん、ありがとうございます。いや、嬉しいですね。いや、まさにホームパーティーって感じですね。本当にありがとうございます。いや、よかった、嬉しいな。いや、ではではね、インスタライブご覧の皆様のためにも1曲目早速いってみましょうか。はい、はい、はい、they hurt you, yes, another.
しました。はい。はい、ね、なんか、お、市長が、お、現地にいますっていう。そんなコメントもね、ありがとうございます。ね、見てくださってますね。あ、拍手いただいております。ハートもね、たくさんありがとうございます。嬉しいですね。そう、この場合は携帯のスピーカーで拾ってるってことですよね、音。そうなの。そうかそうか。うん。でもね、なかなかいい音みたいです。あ、最近のやっぱ携帯すごいですね。そうなのね。うん、いや、良かったです。僕昔のあの、うん、え、なんだっけ、 iPad じゃなくてもう忘れちゃったな、音楽専用のやつ、iPod、iPod 昔の持ってるんですけど、私持ってます。携帯の方が断然音いいですよね。あ、本当にびっくりした。音楽専用のはずなのに、あ、今はもう携帯の方が全然いいです、今の携帯の。そうなんだ。へ、あ、いいですよ、うん、サウンドと来てます。あ、嬉しいですね。よかった、ありがとうございます。何人ぐらい、ね、今でもね、6、7名見てくれた。いい勝負ですね、じゃあ対決ですね。はい、こっちはもう増えようがないですけどね。やっぱちょっと昼間なんでね、まあまあ、あのちょっと急遽ね、昨日決めたんでね、昨日あの改めてご宣伝してたんでね。そうなんです。いや、なんか予約も殺到、ね、したっていう。そうなんですよ、ちょっと実はあのソールドアウトになってからも、あの、もう載せてますよって、ちょっとごめんなさい、ソールドアウト、私のサイトの方にもね、うん、あとあの翔太さんのチラシの方にもね、ソールドアウトっていうのを載せていただいたんですけど、なんかお近くにお住まいの方は結構多いみたいで、次回やりましたら参りますみたいな、ね、メッセージいただきまして、嬉しいですね。はい、ぜひぜひ来てください。またね、できるように、うん、今日いいライブで、ね、終わらせればね、きっと次回も何かあると思うので。そうですね、はい、はい、何かある。何かあるっていいですね。何があるんでしょう。それいいと思います、何かある。はい、では2曲目、はい、行ってみましょう。行きましょう。オリジナルですね。なんか2人でやるのすごい久々な気がする。本当、そんなことない。いや、そうかもしれません、ね、はい、ね、でもやっぱね、この曲のファンの方が多いんで、やりましょうと言ってくださるんでね、うんうんうん、あのいつまでかムーチョさんと本家本元とやることが少なかった。ですね。いや、嬉しいことですよね、はい、その曲が旅立っていくっていうのはね、はい、はい、ですね。では行ってみましょうか。笑い声増え
いたしました、はい、なんかね、コメントも来てますか。はい、あ、いなくなっちゃったいただいております。お、なんか明るいうちに聞くと不思議というね。確かにね、そうですね、うん、これこれみたいなのが来てましたね。あ、ありがとうございますやっぱりこれがいいと。あ、嬉しいですね。ね、嬉しいです。ありがとうございます。ね、なんか不思議な感じですね、こうおうちライブ、うんうん、そしてインスタでも配信もね見てくださって、うん、いや本当なんか久しぶりの感じでした ね、 そうです ね、 ね、そう、2人でやるのね、2人でやるとまたでバンドとは勝手が違かったりするんで、うん、面白いですけどね。はい、ではでは、ではでは、あ、今日はなんかね投げ銭箱はね実はあるみたいで、あれどこだっけな、口、いいですね、後であだこであります。投げ銭。本当はね、私もインスタでもそれができるみたいなんですけど。そうかそうか。なんかいろいろ条件するなんてね。そうなんですよ。ユーチューブですね。そう。うん、なかなか難しい。で今日はね、あのいつもツイキャスでの配信が多いので、ツイキャスでやらないんですかっていう方も結構実はいたんですよ。だけどツイキャスもね、なかなか。あれ配信環境はね、ちゃんと多分しないと、ね、うんうん、できないのかな、わかんないけど。そうなんですよね。だからちょっと今日はインスタの方でとね、翔太さんからご提案いただいたので、はい、あ、穏やかな気持ちになりますと、ありがとうございます、いただいております。いや、嬉しいですね。では先ほどもねお届けしましたけども、うん、はい、やはり名曲の多い、はい、そして難曲の多い、多いバートバカラック特集ということ で、 ね、まあ、2曲ね、お好きな方も多いし、はい、あのムーチューさんも好きですもんね。まあ、僕も大好きですね、うん、私も好きですね。難しいですけどね。難しいですよ、なんかねあの普通じゃないっていうかね、普通じゃないですね、こう普通でこう4つ刻みぐらいで動いてるじゃないですか、曲って。たまに5になったりとか ね、 でもそれが多分メロディー先行であるので、うん、あんまりそういうのを意識してね作ってないんでしょうね。うん、そう、自然に作ったらこうなったっていうことなんでしょうけど、はいはいはいね、面白いですよ。そうですよね。でも聴いてる分には全然不思議な感じしないですね、うんうん、そこがまたね、美しい曲だなというね、ふうに皆さんには感じていただけると思います。はい、はい、ではまず1曲目ね、はい、アレサ・フレンクリンで有名ですかね。あ、そうかもしれないです ね、 ね、うん、あ、今度映画、あ、ね、もう始まりました。まだまだかな、もうや、始まった、始まった、見ました、リスペクト、まだ見てない、ジェニファー、ちょっと見たいですね。ジェニファー・ハドソン来ましたね。ドリームガールの時から圧倒的な歌唱力でしたね、うん、アメリカンアイドルって私が好きなね、アメリカのオーディションアイドル、オーディション番組の、実はね優勝してないんです。あ、してないんですか。はい、結構ねトップ6か5ぐらいで落ちちゃってて、審査員にね一人毒舌のおじさまがいらっしゃるんですよ。あの最近ゴッドタレントっていうのを司会、審査員もやってるんですけどね、その方に
君はね、何でも歌い方が大げさんだよ、ミュージカル歌手にでもなれみたいなこと言われたら、もうその彼女は悔しくて、そしたらその翌年にね、ドリームガールズに抜擢されてるわけですから、なるほど、やっぱり彼女はミュージカルとかね、そういう風に向いてたんでしょうね。でもその方もそういう指摘をしたってことはやっぱりすごい繊細的です ね、 やっぱりその一言があったから、うん、もしかしたらねっていう、ね、私もすごいその番組を見ていて、そこからスターになったって方が結構多いので、うんうんうん、ね、なんかまさかジェニファー・ドソンがねまたアレサをやるとは、すごいですね。ねえ、ちょっと分かってみないといけないですよね。ぜひ、うん、ということで、はい、行ってみましょう。行ってみましょうか。I say a little prayer。
とうございます。ありがとうございます。不思議な、ね、不思議な曲ですよ ね、 なんか本当に耳に残るメロディーなんですよね。うん、ねえ、もういや歌っててもね、ちょっと気抜くとね、分かんなくなりますよね。そう、分かんなくなるぐらいね、難しいんですよ。そうです、ね、なかなかの曲はね。だからなんかなんていうの、まあ、僕もそうですけど、伴奏がずれてもあれだし、歌がずれても戻りにくいっていうね。普通に進んでたらどあここで合わせるんだなって分かるんですけど、お互い迷子になるっていうことが起こり得ますよね。あります、この曲はね、ありますね。あ、素敵です、いただいております。ありがとうございます。ハートもいっぱいいただいております、ありがとうございますね、なんかいやでもまあそれでもやっぱり美しいんでね、こうメロディーがね、うん、曲が多かったりするので、やっぱりバート・バカラックのだけのカバーアルバム出してる方いっぱいいますよ ね、 すよね、うん、本当にそれだけ歌いたいし、多分演奏もね、違いがあるんでしょうね、うんうん、きっと、うん、あのおなじみのマサボーさんも大好きですからね、はいはいはい、うん、おなじみの、おなじみもうこの今日この界隈だよね、会場にね、すぐ来てくださる皆様にはもうフルネーム言わなくても、ね、分かるマサボーで分かるという。でもちょっと配信をねご覧の皆様きっとご存じない方もいるかもしれませんが、マサボーさんってやるときはなんかマニアックなバカラックの曲持ってくるんですか、うん、そんなことはない、意外とね、そんなことないです。ないでも次の曲をね歌われてましたよ、弾き語りで。さっき聞いたら、うん、あ、これ歌うんだと思って、でその後に、あ、失敗した、ミュウちゃんに歌ってもらえばよかったって難しいんだよってやっぱり言ってました。いや難しいですよ、これは。うん、どう考えても難しい曲ですよね、はい、ということでね、次の曲も、ね、ちょっとリクエストいただいて、そうです、そうです、リクエスト、うんうん、今日ね、思いますけど、このライブに来てくださるお客様からねリクエストをいただきましてね、あのレッドソックスマサボーってコメントが来た、もう意味はなんか野球チームみたいです、ね、本当そうですよ、今日はいないですけどね、はい、ね、行ってみましょうか、じゃあ行きますか、リクエストのね、はい、はい、リクエストいただきました、エイプリルフールズ。No need to be
思議な曲ですね。不思議な曲ですね。なんとも、なんだろう、なんだ、表現しきれない。うん、間違いなく美しい曲なんですけど。うん、なんかあの歌入った瞬間がね、僕好きなんですよ。うん、ラララララっていうのがなんか、ね、すごい、こう世界に一気に。でもなんか A メロとサビのダーラーラって聞くとまた別の曲のイメージがね、うんうん、そうだね、うん、ありますか、なんか、ね、いやどんな頭をされてるんでしょうね作る時にね、本当にいや作曲されてる、まあ、あの弾きながらですから、その弾いてる中でこう思いついたりするんでしょうけどね、気持ちいいところにこうなんかたどり着いてそのまま曲にしたっていう感じがねしますけど、あ、レッドパンツムーチョって来てます。正解ですけども、ありがとうございます。レッドソックスマサボ、レッドパンツムーチョ。はい、この間の銀座のケンティハウスはね、はい、マサボさんがほらレッドソックスで、他男子みんなが赤パンツだったんですよ。揃った。で、私赤い靴履いてたんですよ。あら、もう赤ですね。そうなんです。ね、一心もほら赤いパンツ履いてるっていうの知ってたけど、タボくんまでもはね、ね、びっくりしましたよね。そうなのと思って、なんかえって言って、いや僕はっていうかと思った、僕赤いパンツですよって普通にね答えてくれましたから。そうなんだ、みんなみんなやっぱ勝負が赤なんだ。なんでもない、なんか誰が始めたんですかこれ。いや誰でしょうね、ジャイアントババさん。ああ赤パン、赤パンといえば赤パンツのねえね、ライブでパンツの話してね。そうなんですよ、みんな勝負ね、下着とかね、なんかあるんでしょうね、うん、私はもう平山美希さんがねずっと浮かんで、彼女は黄色です全身黄色、あそうだね、そうか、彼の車に乗ってのね、うん、美希さんはあの私も何度かあの一緒にステージ立たせていただいたんですけど、私服も黄色ですよ、もちろんラッキーカラーみたいな、そうです、パーソナルカラーってやつ、ね、うん、それでお衣装を着替えたら、え、着替えましたってぐらいまた黄色いんですよ。なんかで最近ちょっとね黄色、髪の毛もちょっと黄色、あ、もう全身、うん、すごいな、ね、すごい素晴らしいです、ここまで、ここまでこだわりがすごいですね、ね、いやあ、お客も赤縛りだったら怖いと。それはしませんよ。ドレスコードありです、ね、はい、でも今日ね少しねソファーがね、赤でね、はい、あのちょっと配信のお客様に見えないかもしれないんですけど、結構赤が入ってます。そうなんです、なんかアンプも赤ですしね、ね、そうです、今日ねお客様からもねいろいろと機材をお借りしてね、本当に皆さんで作るライブになっております、はい、ありがとうございます、ね、感謝でございます。さあさあ、では難しい曲が終わった後に、ね、後半戦ですね。そうね、あっという間でした。ですね、うん、ではここからはちょっと邦楽ですが、そうですね、うん。またこれもアニメソングになりましたね。はい。はい、リクエストをね、リクエストいただいたですね、やっぱり今日企画してくださったね、うん、翔太さんから、智子さんからいただきましたから、今日もお届けしたいと思います。はい、虹。泣いていいんだよ、そんな一言に僕は救われたんだよ、情けないけれど、だらしないけれど、君を思うことだけで明日が輝く、ありのままの二人でいいよ、日だまり見つけて遊ぼうよ、ベランダで水をやる君の足元に小さな虹ね、一生そばにいるから、一生そばにいて、一生離れないように、一生懸命にきつく結んだ目がほどけないように、固くつないだ手を離さないから、
ちはまるで僕らのようでさ、未来が愛しい、大きな夢じゃなくていいよ、自分らしくいれたらいいよ、一人ぼっち迷った時はあの頃を思い出して、虹が聞けるとは、虹聞けて嬉しいと、早速もうコメントをいただいております。レパートリーに加わりましたので。ねえ、よかったよかった。なんかね、みおちゃんはこういうドストレートな J-POP ってすごい新鮮なんですよ、僕はね。そうだよね。でもやっぱね、いいなって、もう歌詞がすごいやっぱ入ってくるから。うんうん。やっぱね、日本語の、うん、あのいいところですよね。もちろん英語もね、あの他者の方は全部歌詞わかると思うんですけど。やっぱりストレートに伝わってくるのは日本語かなと思いますので、うん、そしてね、やっぱり人気の曲だから皆様耳なじみがね、あって、あ、仕事終わりました、癒されると今ね、ちょうどこのちょっと前から見ていただいてる方もちょっと増えましたよ、人数が。ありがとうございます、うん、ありがとうございます。アーカイブとかってあるの、これは。そういう概念は私がね、ちゃんと残せば、あ、残せばある、はい、なるほど、うん、なのでなんかね、これを機にインスタ始めますって方も、お、すごい、そう、あの、いてくださって嬉しいですね。嬉しいですよね、うん、実はね、私も毎週火曜日に、うん、あの配信をやってまして、はい、あのちょっと鬼才、天才、宇宙人私はね、ちょっとね、本当にね、あの素晴らしい、あのピアニストのシンガーさんとね、古賀さんという方とやっておりますが、その時は30分ツイキャスで、でなるほどね、で残りはインスタはね、ずっとやってるんだけど、はいはいはい、ツイキャスってね、無料がね30分までね、そうだそうだというの で、 そうかそうか、でいつもツイキャスでご覧になってた方は、あ、今日インスタなんですねということで、じゃあこれを機に始めようかなという方がね、ちょっといらっしゃったんで嬉しいなと思っております。ね、あ、アニメとは思えない雰囲気です、今のね、曲、虹が、あ、虹 ね、 そうですよね、うん、なるほど、ドストレートで、ドストライクですよ。あよかったです。まさに、まさにです。ね、嬉しいですね。ということで、ということで、早くもラストの曲になってしまいました。ラストですね。早かったですね。早かったですね。うん。でも、すごい、
飲みすぎてるのかな、飲みすぎてるのね気持ちよくなってますけど、はい、すいません、なんかいいと思います、いいのかな、いいと思います、うん、昼間ですしね、昼間ですからね、うん、昼間ですっていうのはすごいんですけど、そうか、ね、なんかこうね、夜遅くにわってこう飲んじゃってね、だらだらライブやるというよりはなんか、うん、昼からいい気分ってなんかね、リラックスできすぎちゃう環境なのでね、うんですね、はい、はい、ね、インスタ今日見てくださったお客さんも結構ね後半から増えていただいて、ちょっとね、お仕事中の方がどうしても多いので、まあね、見られたらということで駆けつけてねくださった方も、あ、AA が来ましたよ、ね、AA、ありがとうございます、今日もありがとうございます。では、はい、こちらも最近ね、ちょっと最近チャレンジ中の曲でございますよね、ちょっと慣れてきましたか？うん、だんだんだね、うん、でも楽しいですよね、楽しいは楽しいですよ、これ決まるとね、そう、なんかテンション上がるんで、うん、またこれ2人でってバンドでやってみりゃいいのに、ねね、そう、あえてね、2人でね、なんかやりたくなってしまうっていう、はい、ポルノグラフィティというね、グループっていうの、まあまあもうユニットになりましたね、まあ、元からそうか、そうか、元からそうなのかな、ね、うん、私もちょっとお顔はメンバー3人ぐらいしか分からなくて、うんうん、ね、今ね2人ですよ、メインはね、多分ね、あ、そっか、うん、なるほどね、彼もね、ボーカル様のギター弾き語りでこれをねお一人で歌ってる映像とかもありました、そうそう、ね、いいですよね、やっぱり、はい、どっか懐かしい感じの曲が多いですよね、うん、はい、ですね、はい、哀愁ですね、哀愁ですね、やっぱりね、うん、最後はそれ、ね、最後はね、そこにポーついてしまったんですかね、はい、決めちゃってくださいって来てますから、コメントが頑張ります、はい、決めちゃいましょう、じゃあ行ってみましょうか、行ってみましょうか、はい、アゲアチョ。La la 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 la
然なくてね、うん、本当この曲は本当ね、本当に年の違いがね全然もうちょっといや違うね、ありがとうございます。無事にアンコールいただきました。あらあらら、今からね見てくださった方がいたんですね、いらっしゃったんです、ありがとうございました。あ、最高で配信15名になりましたよ。あ、やった、よかったね、ありがとうございます。あのここで見てくださってる方もねいますけどね、はいはい、でも、はい、それでも、まあまあ、それでも増えました、増えました、はい、ね、嬉しいです。でもそうなんですよ、あのいつもの私の毎週の見てくださってる方もお名前がね、あ、あるので嬉しいですね、それはね、はい、嬉しいです。あ、かっこいいかっこいい、連発来てますよ、ね、整いましたね、アンコール、アンコールね、整いましたね、はい、あ、最高です、来てますよ、お二人息ぴったんこ、ありがとうございます。アンコール、アンコール、今やってきました、終わりなのですね、そうです、まあ、もう一曲残しますか、アーカイブはどうなんですか。アーカイブ残します、ね、はい、ね、見てください、ね、ぜひぜひ、はい、見ていただいて、ね、いやちょっとあの私ずっと気になっちゃってるんですが、今お客様にねあの携帯を借りて見て、あの途中ねお電話が、あ申し訳ない、そういうこともあと何回か大事な電話が来ちゃったと思いながらすいません、ちょっとすぐお返ししますんで申し訳ない。ということで、あのねちょっともう一曲ありますんでね、はい、まだ聴いていただければと思います。では本当にラストですけどもね、うん、やはりねムーチョさんのこれはもう欠かせない曲じゃないですか。そうですね、もう大好きな曲なので、うん、断ることにやりますけどやってください、はい、はい、私も好きです、うん、もちろんね、もうどんなアレンジでもいいんですよ、うん、そうですね、やっぱりメロディーと歌詞がとても、うん、どの時代もねハマるんですよね、これね、不思議とね、これだって作ったのはまあチャップリンです ね、まあ、そうですね、チャーリーチャップリンですが、うん、っていうことはもう何十年、まあ、そうですよね、もうかなり前の曲ですけど、だけど今聞いても全く古さを、ね、うん、感じなく、そして歌詞の内容もね前向きなね、うん、素晴らしいですね、やっぱり多彩な方が、うんうん、何でも作ってしまうんですねと思いますが、それをしっかりね、まあ、あの歌い継いで引き継いでね、うん、行きたいと思います。名曲でございます。では最後スマイル、スマイル though your heart is shaking, smile even though it's breaking, whenClouds in the sky, you get by if you smile through your pain and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face withHide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the sign you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You find that life is still worthwhile. Just smile.
ね、コメントもだんだんね夕方になってきた空に響いていくようなスマイル素敵なんですありがとうございま す, あ、お昼のライブ初めてだったので嬉しいですありがとうございます。ハートもねたくさんいただいて最高優しくて癒されます。もうね最後でコメントいただいてありがとうございました。こちらこそです。ありがとうございました、ね、ちょっと急遽ねインスタのご連絡を昨日ギリギリまでねさせていただきましたけどね見ていただけて本当に良かったです し, しです、ね、そしてね今日無事にねこうして皆様に聞いていただくことができてそれもねもうすべて翔太さんのおかげでございます。ありがとうございました、ね、この素敵な企画をしていただきましてねそしてインスタのねご提案もありがとうございました。そして今日ねずっとお手伝いに来てくださったねまゆみさんありがとうございます嬉しいですね。嬉しいですね本当に。そして、ね、駆けつけてくださった、はい、皆様もね本当に感謝でございます、まあ、少しずつねあの先が開けてきたかなとは思いますが、でもまだまだねちょっと気をつけながらね、はい、ここで油断すると多分ね、また戻るようになっちゃうので、ね、なのでまたねたくさんの方に来ていただけるライブができるようにね、うん、私たちも音楽を絶やさず、はいいきますのでこういうこうね、うん、しっぽりした空間もいいですね。しっぽりしたいいですね、はい、そしてね、まだまだ会場にお越しいただけない方にも見て聞いていただけるようにこうして配信もねできるところではやらせていただきたいと思っておりますので引き続き皆さんもね、はい、よろしくお願いいたします。そしてありがとうございました。ありがとうございました。音ギター向井健一郎ボーカルミオ。そしてね最後に今日企画してくださいました翔田智子さん。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。サクサクの、ね、はい、アフタヌーンティーライブお届けいたしました。また皆様お会いしましょ う, しましょう。ありがとうございました。ミオンとモチョでした。ありがとうございました。